ご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は岡田奈々青春の坂道について触れてまいります。岡田奈々は岐阜県の出身で、菜の花のイメージから岡田奈々と芸名が付けられました。エメロンシャンプーやポッキーの初代 CM ガールとして注目を集めます。デビューシングルの青春の坂道もヒットし、歌手としても注目を集めます。テレビドラマ俺たちの旅や夕日が丘の総理大臣では、それぞれ主人公の妹役として出演しています。アイドル卒業後は本格的な女優としてさまざまな作品に出演しました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は岡田奈々青春の坂道について触れてまいりました。